今日も誰かのヒーローにジャスティスさんです。ふぅー、お願いします。はい、本日の任務、決意表明せよ。はい、ということで今回は決意表明です。はい、心の魂から心の魂心から今日は視聴者の皆さん誓いましょう。はい、ということでいきなりもう誓っちゃっていいですか。はい、はい、でもその誓う前にちょっといいですか。はい、今日ちょっと立ち位置変えてるじゃないですか。うん、豪輝初めて右上に来てるじゃん。チクチクすんだけどすね毛がマジでいつもと違ったチクチクさがある。確かにね。あ、それはいいと話しました。はい、ということで、まあ、話はそれてもまあすね毛はそれてないということで、はい、おお、はい、ということで僕たち今やっと YouTube 始めて5ヶ月で、うん、登録者5万人を達成しました。すごい、マジすごい。本当にこれはすごいことなんですけど、はい、満足しないでいきましょう。はい、本当に今恵まれてるからこそ、うん、まだまだ頑張れる。この分をもっと期待を背負って年内目標を今から発表したいと思います。はい、これは絶対に宣言したからには絶対達成しましょう。はい、はい、という感じでじゃあ宣言します。僕たちジャスティスさ、今年2022年の中に、今年2022年中に登録者10万人達成します。はい、ということで登録者10万人です。はい、今から倍、今から倍ですよ。倍、倍ってなんか、まあ、おかまのよし君がいる前であんまり言わなかったけどおかまじゃないから。ということで倍ですよ。どうですか、もう5万人ですらすごいよ。5万人東京ドーム埋まる、埋まると思う。それまで考えると余計そうだ。5万人ってすごいよ。だから今から5万人増やすということで、まあそれぞれ、まあ、僕はもう10万まで行く戦略も脳内にあります。絶対にいけます。けどその前に4人からなんかこうすれば増えるんじゃないかみたいなアイデアも欲しいな。はい、どうですか、なんかありますか。あります。お、どうぞ。俺は10万人達成するために、うん、やっぱみんなで筋トレした方がいいと思うんだよね。お、筋トレ、うん、なぜ。やっぱその何をやるにも、うん、やっぱ筋肉が全てじゃん。その何、中山筋肉思想初めて聞いた。何よりもやっぱ筋肉ないのに。あ、分かってるよ、分かってるよ、言いたいこと。一番ガリバリのやつがいる。お前がないマジで一個見といて。あ、分かる。ガリバリだからこそ筋肉が必要ってことが一番分かってる。あ、そうだ。筋肉つくとどんなの。筋肉つくと自信が出てくる。あ、あと筋肉が出てくる。だからみんなで筋トレしよう。なるほど、まあ、筋肉がいろいろなプラスになって10万人にいくと。そういうことや。なるほど、それ心強いかもしれない、うん、マジでそうあるよ。なるほど、筋肉志向、筋肉志向ですね、うん、俺的には今ブレイキングダウン流行ってるじゃないですか、うん、誰か一人出ますか。夏川天心みたいな。え、夏川天心2期として出れば、ヒューが2期どっち、どっち、ね、ワンバースだけ負けてくれるから。オーディションで落ちる。一応強くで言ってた。オーディションで当たり前やつだけじゃない。そう、1期と言うんですね。2期と、2期とやるから、お前も2期とやる。え、2期に任命されたらマジ強いよ。2期やりたい。2勝負したら2勝負。2期勝負になる。2勝負だったら出たいな。いやだから、比喩何とか出てほしいね。出てほしい。ということで、ぜひ、関係者の皆さん見ていましたら、ぜひ、うちの比喩2期を出演させてください。お願いします。生きれよ、ちゃんと。その時はね、はい。そうです。そういうのも大事ですからね。他はどうですか。誰でもいいから、うん、コラボしたい。ああ、コラボちょっとしたいね。してみたい。したいね。確か俺ら知ったことないわ、今まで。うん、ということで、コラボ、ぜひしてくれる皆様連絡くださいって。お願いします。何でもお願いしちゃうね。声かけとかも大事じゃん。うん、結局は、ね。地道だけどさ、声かけ。だって、一人1万人ずつ声かけで、チャンネル登録してもらえばもう終わりだよ。もう終わりだよ。一回ちょっとみんな一人一回ずつやってみましょう。声かけ。実践してみましょう、ここで。ここで、うん、ここで、今。ちょっと試し、俺が、一般人の客の方歩くので、うん、登録させるまでちょっと流れをやってみましょう。一回話は聞いてくれるって言って、あ、オッケー、オッケー、うん、という感じでやっていきましょう。はい、はい、ということでいきましょう。じゃあもう誰からいきますか。はい、よし、じゃあゴーキからいきましょう。はい、ということでいきますよ。よーい、あ、話って何ですか。あの、僕たち YouTube やってるんですけど、はい、あの、フォローしてくれませんか。あ、そんな手なんて握ったら惚れちゃう。え、どんなチャンネルなんですか。僕たち7人やってるんですけど、はい、とっても面白いんですよ。どれぐらい面白いの。もうその例えて、あの、じゃあ果物で言ったらどれぐらい大きい。果物で言ったら、うん、
まあスイカぐらい大きいんだけど、一番例えられるのが、うん、まあ君の顔ぐらい面白いよ。君の顔ぐらい面白い、うん、私、うん、あなた、うん、じゃあ誰を推しようかな、もう登録しようかな、うん、登録してほしいな。じゃあ私のこと好き、うん、大好き。じゃあ私とカップルチャンネルやらない？登録者100万人いるわよ。YouTuber だったんだ。うん、どう？うん、やる。はい、やった。今のはもうダメだね。ゴーキは結局あのちょっとカップルチャンネルやっちゃってるから。逆にメンバー1人奪われました、うん、相手が失敗。いきます。じゃあ次、よし君。よし君はちなみに声が経験ありで、ありです。結構得意だよね。うん、結構よし君引っ張ってくれてたから。あ、いつも通りで言っちゃっていい。そう、よし君の得意戦法として声かけの、あの他のやめ、いや弱くて、ね、じゃあよし君の得意戦法として、他の YouTuber さんが先に声かけてして、声かけ終わった人たちに狙うさ。それは声かけ聞いてくれるよ、絶対話していいから。っていう感じでいきましょう。じゃあいきますよ。はい、お兄さん、お兄さん、はい、さっき、さっき、うん、違う YouTuber さんから声かけられてました。うん、あいつマジムカついた。何やったんですか？あ、あの野郎、チャンネル登録してくださいって言ってきたんで。で、結局したんでしょ？うん、しちゃった。ありがとうございます。自分たちも YouTube やってて。何？チャンネル登録をお願いしてるんですけど。うん、ちょっとお願いできたよ。いいよ、いいよ、いいよ、ありがとう、頑張れ。正解。その最初怖い人に来たのに、それを昼間で言ったのが良かった。よーい、お兄さん、なんだい。僕 YouTube やってるんですけど、うん、登録してくれませんか？人に物を頼む態度か、それは。おい、ええ、こいつ頭が停止してやがる。やべえ、なんて言うかな。なんて言うかな。どういうの？こっからどうするんだよ。一回じゃあ、お前がやってるチャンネルの良さを言ってくれ。それに次第で登録してやろう。7人いるんだから。おお。みんなかっこいいぞ。おお、特に誰がかっこいい？赤のやつが一番かっこいい。ほお。どんねん、そいつのいいところをいっぱい教えてくれ。平野翔に似てる。最高やないか。顔がかっこいい。最高やないか。頭がいい。最高やないか。へがくさい。やあ。という感じで、なんか、成功？失敗です。失敗？でも、いいよ。この、いきなり組んだ人と即で漫才っぽいのをかけるっていうのは、いい才能だから。あ、そうです。それと、今後も頑張ってください。はい、はい、次、ヒデ、頼みますよ。いきます、よーい。はい。はい。お兄さん。お兄さんですよ、何か。まあ、僕は一応19歳のお兄さんと言える立場なのかわかりませんが、まあ、一応お兄ちゃんが5人いるので、はい。何でしょうか。あの、僕たち YouTube やってるんですけど、はい、YouTuber というのはその YouTube で生計を立てられてるんです。それとも YouTube の動画を投稿してるか YouTuber ですか。 YouTube 投稿してます。 YouTube 投稿してるんですね、はい、すごいですね。でチャンネル登録してもらいたいんですけど、大丈夫ですか。チャンネル登録、まあ、はい、僕がじゃあ今スマホ持ってるのでチャンネル登録ポチッと押せばいいということですか。まあ、そうしてもらえれば、はい、そうすればあなた方に何のメリットがあるんでしょう。僕はあなた方の動画をチャンネル登録するだけで見るんですよ。ああ、とりあえずでも見てもらえれば、うん、面白い動画なんで、なメリットがあると思います。なるほど。じゃあ僕のあのゼクシー応援チャンネルもチャンネル登録してくれますかね。僕一応ゼクシーのその結婚のあれを僕まとめてるので。あなたか。はい。ゼクシーの。はい。僕一応結婚願望あるので。ああ、じゃあ送りました。じゃあお互いフォローです。お、登録し合って。フォロー。ウィンウィンっていうこと。ああ、それならいいです。じゃあお願いします。はい。じゃあこれからお互い有名 YouTuber としてお互い頑張っていきましょう。お願いします。クリアー。ゼクシーの。はい、ということで皆さんどうでしたか。声かけ慣れた。うん、これでこの気合をままに視聴者さんに思いをぶつけて10万に絶対達成させましょう。はい、ということで本気で頑張りましょう。はい、はい、絶対に僕たち年内に登録者10万人絶対達成します。お願いします。はい、ということでこれからも頑張っていきましょう。はい、最後はもう10万人達成したい思いを含めて最高のゴージャスを僕やるので、うん、ついてきて。はい、もう俺らこの思い一緒なら絶対一緒になれるの。どういうこと？ちょっと変えるから。ああ、ライブはこれやるだろうなっていうので、もうだってもう何年過ぎたん。いきます。はい、せーの、ゴー、ジャスティスゴー、ゴー、ジャスティスゴー、絶対に10万人達成しまーすよー。バイバイ。最後まで動画を見てくれてありがとう。当初の目標である5万人を達成することができて
次は年内10万人を目指しています。自分たちも今まで以上に頑張るんですが、皆さんも引き続き応援よろしくお願いします。それじゃバイバーイ。